大手町1は、東京都千代田区大手町に位置する、三井物産と三井不動産が進めた、複合開発で整備された、オフィス、ホテル、ホール等からなる施設。順次建て替え更新が進む大手町地区にあって、ま門塚を取り囲む、旧三井物産ビル、大手町一丁目三井ビルディング、大手町パルビルの三つの敷地を一つにまとめる形で、開発された。開発に際しては、 東京駅の公共側一帯、大手町、丸の内、有楽町地区の価値向上、活性化を目指した、大丸有町づくり協議会と連携しつつ、国家戦略特区認定を受け、都市再生特区により整備が行われた。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当初予定より遅れて開業したが、三井物産ビルと大手町ワンタワーからなる、今回の計画は、 法的には一棟の建築として扱われ、地下道と接続することによって、地上とのネットワークを整備し、2022年末には、皇居と正門塚につながる、約6000メートルの大規模広場空間、大手町ワンガーデンも完成を予定する。また、老朽化した大手町地区の熱源をまかなう、地域冷暖房施設の更新も同時に行われた。二棟は、低層部が一体となっており、 地下階から地上1階に商業空間の大手町ワンアベニュー、3階に大手町三井ホール3、34階に大手町三井カンファレンスが設置されたほか、大手町ワンタワー長部には、フォーシーズンズホテル、東京大手町も入った。全体のデザインは、三井物産ビルと大手町ワンタワーを対比的なデザインとしながらも、低層部では全社が、 校舎に組み込まれた一体的な構成としている。三井物産ビルは公共側に立つというコンテクストを考慮して、日本の伝統的な木組みをモチーフとして、石張りで水平基調の温かみのあるデザインとしたのに、対し、都市側と解釈される東側の大手町ワンタワーは、垂直線を強調したメタリック感のあるクールなデザインとなっている。 大手町駅と直結した地下2階から地上を1階に展開の商業空間、フード、カフェ、クリニック及び銀行等のサービスで構成される30店舗が出店。都市再生特区の中で地域に貢献する機能の一つとして3階に整備されたホール。ロールバックチェアや昇降ステージに加え、ガラスの外壁側に格子状の音響調整板を昇降させることで、 壁の反響音をコントロールし、様々なシーンに合わせた空間と、音環境を可能にした。床材はすべて、三井物産の車輸林から切り出した材を使用している。産油会に、配置の可視会議室。発出設置。ほぼ三井物産の本社機能が入るが、内部に柱型が出ない10.8メートルという、大スパンのアウトフレーム、長望を生かす横連窓。 西日対策のための透明感あるロールスクリーンなど当時の最先端オフィスとして知られた旧本社ビルの設計思想が継承されている。新社屋のオープンを機にかつて見られた社外の人がフラット立ち寄れる職場環境を取り戻せないかという中堅社員の発想をもとに20フロアを使いこのうち8フロアに社外の人を招く場が設けられた広沢8フロア全体の 約3割。ソファが並び意見交換ができる場や案件ごとに中小規模の議論をする場、アートが配置されたデジタルビジネスを推進する場などがあり、取引先や投資先の人は三井物産社員が同伴すれば利用できる。このスペースを確保するため、社員の席数は9本社より3割減らされた。長部のホテルと1100坪を超すメガプレートの ハイグレードのオフィスで構成され、三井物産ビル側をコアとすることで公共側への良好な眺望が確保されたことに加え、地上レベルでも日比谷通りからの公共の緑が感じられる景観的配慮が行われている。3階、34から39階に展開するホテルで三井不動産リゾートマネジメントが運営する。開業にあたり三井不動産は、 フォーシーズンズホテルズとのマネジメント契約を締結。ホテルの土地は三井不動産が所有し、フォーシーズンズからホテル運営に関するノウハウ提供を受ける。39階にロビーやレストランフロア34階から38階に全190の客室、会議室等で構成し、3階には12人が着席できる会議室100人以上が着席できる。 披露宴会場も設けた。またロビー会には、スパイアプール、フィットネスジムも配した。ジャン・ミシェル・ギャシーが率いる、デニストン・インターナショナル・アーキテクト・プランナーズが、客室や、その他共用施設のインテリアデザインを担当。39階のレストランエリアは、デザイン・スタジオ・スピンが手掛けた。一機工事では、ランドスケープデザイナーである、オフィスマの提案により進められた印象的な、 水系施設と日記工事で計画されている敷地西側の広場空間まで来訪者を導く歩行者ネットワークが実現している。二期工事エリアでは日常の憩いの場や各種イベント活用を想定し高木に囲まれた緑豊かな芝生広場が作られる。2022年末全体完成を予定する大手町ワンガーデンは今回のプロジェクトにおける前提であり、 皇居の緑へ町をつなぐとともに、大手町から竹橋へと続く歩行者ネットワーク整備の役割を担う。ありがとうございます。